はい、どうもトラキチの無課金派オーロードオリックス純正編です。今日でログインが、1601日目ですね。はい、現在2024年4月26日の、15時10分なんですけども、今回ですね、非常に嬉しい契約書をもらいましたんでね、開封したいなと思います。はい、これですね、Sランク自チーム契約書、お詫びのやつですね。はい、これもらいましたんで開封して、オリックスの先生絶対出ますんでね、はい、非常に嬉しいですね。はい、一応ね、欲しい選手確認したいなと思うんですけども、まあ、阪神純正編同様、未だに2024シリーズ1、誰一人 S ランクね、取れてませんので、もう誰が来ても OK です。はい、ほんまに誰が来てもいいですね。はい、もう東選手も A ランクは5枚ありますしね、山田選手も以前持ってた、極みの S ランクもありますんでね、称号用もあります。はい、そうですね、ゴンザレス選手もいいですね。はい、もう S ランク5枚揃ってますんでね、はい、ぜひ、もう誰でもいいですね。はい、もう非常に嬉しいですね。はい、誰か来ますんでね、はい、嬉しいなと思います。絶対に被りませんのでね、まあ、それが非常に嬉しいなと思ってます。はい、それでは開封したいなと思います。 S ランク自チーム逆勝、これいきます。誰が来ても OK です、お願いします。さあ、誰来るか。おお、いいねいいっすやな。2024シリーズ1、オリックスS ランク、初めての S ランク、誰来るか。さあ、誰でしょう。やっとね、S ランク取れます。さあ、誰。うん、中川選手いいですね。はい、中川選手欲しかったんですよ。はい、良かったです。去年のシリーズ1かな、持っててシリーズ取れてなかったんでね。はい、シリーズ、2024シリーズ1、はい、来てくれましたね。これは非常に嬉しいです。はい、まあ、誰でもよかったんですけども、まあ、結構来てほしい方の人でしたね、選手でしたね。はい、よかったです。はい、はい、一応、そうですね、中川選手の能力を見ておきましょうか。ですね、中川選手、こうですね。はい、守備がセンター D、弾道、中弾道、ミート74、パワー74、走力74ということで、オール増値なんでね、もうこれは非常に、まあ、リーグとしては使い勝手がいいですね、オーダーとしてね。はい、まあ、これは非常に嬉しく思ってますね。はい、よかったですね。はい、めっちゃ嬉しい。はい、よかったです。はい、はい、今回こんな感じですね。まあ、お詫びでもらったね、S ランク自チーム逆勝、まあ、阪神純正もこのオリックス純正もね、誰一人まだ2014シリーズ1のね、S ランク取れてませんでしたんでね、まあ、初めて来た選手、中川選手、非常にね、欲しかった選手なんで、よかったかなと思います。はい、はい、今回こんな感じです。また動画あげますんで、見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金派オーロードオリックス純正編でした。